久しぶりのぬめおこちゃんです。ナス食ってる。うちで採れたナス食べてる。いやーでかなったね。でかなりました。うん、でかなったと思います。すごい。こいつら何年生きるんですか？なんか3年ぐらいって言ってた。1年から3年、うん、もう結構マックスぐらいじゃないですか。うん、こんな薄皮マイマイ見たことない。マジ？うん、ちょっと丸まってるんで。殻の大きさで測る。殻の大きさで測ります。1センチどころじゃなくない？2センチぐらいあるやん。2センチぐらい。すごいね。うちに来た時1センチだったはず確か。いやー貫禄出ましたね。こいつはこれまで何を食って生活してきたんですか？主にうちで、うん、なんだろう、うちで採れた野菜の数々を食べさせてきた。モロヘイヤとバジルと、そう、シソと。あ、もうシソも食ってんの？シソもあげた。食べたか知らんけど。で、あとはナスとピーマンと、あれ何あげたっけ、16ささげ、うん、ごめん、あ、全然動じない。こんなんよ。すごくない？スカオマイマイでこれってすごない？食べてるね。スカオマイマイって殻薄いから体の模様が出るんですけど、もっと白黒はっきりしてるはずだけど、もうよくわかんないね。で、体の白と黒の筋模様がはっきりしましたね。ちょっと乾いてきたから戻してあげるか。へぇ、かわいい。だいぶ殻傷んでるね。卵の殻あげるらしいけど、あげても全然食べないんですよね。やっぱ年老いたからか、殻も筋が増えてきてちょっとボロボロになってきたな。入り口の方こんな膨らんでたっけってぐらいデカなってるな。貫禄ありますね。シワシワになった。うん、シワシワになった。おじいちゃんおばあちゃん感出てきたな。おじいちゃんおばあちゃん感がこんなでかくなるんやな。ゆうさん指かじられたんですよ。かじられた。チリチリする感じですか？うん、なんか確実にかじってるなみたいな。でもそんな痛ぇーってやつじゃなくて、ちょっと何かを感じる。ただ這ってるだけじゃないっていう感じでした。カタツムリに捕食された人間出ました。どんぐらい生きるんだろう。あれで何歳だったんだろう。でも1年ぐらいだったのかな。2年目くらいかな。これで小さい頃は土に潜ってどこ行ったってなってたけど、もうそれがなくなったな。バレバレですね。バレバレですね。このサイズの薄皮マイマイ見たことなさすぎて、あれ私飼ってたの薄皮マイマイでしたよねってなって。もう一回ちょっと乾いてきたから霧吹きしてあげよう。食べてないよ。この筋、成長脈っていうのか、どんどん広がっていくのね。まだ食べとるんかな。すごい、もう1時間半ぐらいずっと食べてる。もう呼吸してますね。もう真ん中穴開いてる。
ちゃ空いてますね。お、食べ終わるかな。ちょっと一旦から戻っても失礼します。よいしょ。戻る？戻らない？発酵がですね、だいたい、あ、でも2センチぐらいかな。うん、1.8センチで、角径が 1.7 ぐらいかな。あ、ちょ、全然戻らない。大きくなりました。ぬめおこちゃんでした。まだしばらく元気そうかな。